岡崎聖夏は神奈川県横浜市出身のモーターサイクルロードレースレーサー。全日本ロードレース選手権 JGP3 クラスに RT ヨロサードパワークラフトより参戦中。産業能力短期大学経済学科卒。3歳の時に機械体操を始める。 小学校5年生の時に3歳年下の弟の影響でポケバイレースに出場したことがレースデビューのきっかけになった。2007年に日本モーターサイクルスポーツ協会の主催するロードレースアカデミーに入学、本格的にオートバイレースの世界に入る。2009年2010年と2年連続で MFJ 主催の女性限定レース MFJ。 レディースロードレースでシリーズチャンピオンを獲得。2009年度モテギロードレース選手権 GP モノクラスのランキングにより国際ライセンスに昇格。2010年からは同じ GP モノクラスのマシンではあるが全日本各式である全日本ロードレース選手権へと参戦する舞台をステップアップした。2011年の全日本ラウンド決勝レース中 SP インコーナーで転倒を起死し、右手首、右手小指、左足首を骨折。レース人生初の大怪我を追い数戦欠場。翌2012年から全日本選手権の JGP3 クラスへと、ステップアップ。デビュー当時、現役女子高生のレーサーだったことから、メディアからの注目も高く、モーターサイクリスト、ヤングマシン等のバイク雑誌にて連載を担当するほか、 ジャンクスポーツ、クイズ。イキサゴン2や、大人のバイク時間も取りせなどへの出演歴がある。2016年の全日本ロードレース開幕戦、つくばサーキットで、それまでの自己最高とも言える走りを見せ、最終ラップまで4位争いのバトルを繰り広げた結果、6位に入賞。熊本自身の影響で、オートポリスラウンドがキャンセルされるなど、前後戦の短いシーズンとなったが、 年間ランキングでも最高順位を更新する6位となった。同年には10月のロードレース世界選手権シリーズ第15戦日本グランプリの元3クラスに主催者、推薦枠として出場、女性レーサーが世界グランプリに出場するのは伊賀田とも以来21年ぶりのことであった。世界グランプリには2018年も日本 GP 元3クラスに、 ワイルドカード枠にて出場した。2017年、岡山国際サーキットでの決勝レースで、トップ争いのバトルに加わり、終盤までトップが見える位置でのレースをしたが、最終ラップで点灯してしまい、結果が残せなかった。2018年は、6月の巣後、予選で、ウェット路面の中、自己最高体となる4イグリッドを獲得、続くつくばでは、 決勝自己最高位を更新する5位でチェッカーを受けるなど好結果を残す中、連日開催となった筑波では、スタート直後の第一コーナーでハイサイドによるクラッシュを喫し、両足を骨折。レースの赤旗中断の原因ともなってしまった。岡崎はこの時の点灯リタイヤを優勝に手が届く、との意識が焦りとなって現れた結果だったと後に自己分析している。 2020年からは9年間所属していた小原レーシングを離れ、自らのチーム RT ヨロを立ち上げ全日本ロードレース JGP3 クラスに継続参戦。メカニックはポケバイを始めるきっかけとなった弟が担当している。ヨロとは You Only Live o n c e 人生一度きりのい。これまでの決勝レース最高位は4位であり、岡崎自身も今年こそは表彰台。 今年こそ優勝を目標に挙げている。現在進行中。ありがとうございます。